こうツールの進化によってですね、業務部門で開発ができる方々がどんどん増えてくるかと思います。経営者層とのコミュニケーション、ここの関わりっていうところがどんどん近くなってくるだろうと。まあ、導入している、導入に向けて実装検証を行っているっていうところを合わせると、まあ、50% を超えております。当然、企業規模によって、まあ、差はあると思いますけども、やはりこう、かなり浸透してきたなというようには感じております。で、導入目的もですね、開発の生産性向上や、現場の業務効率化以外にですね、ビジネス環境の変化への対応、DX 推進、あとは新規事業、新サービスの迅速な立ち上げといったビジネスへの貢献という観点でも、こういうローコード開発ツール、この導入効果が発揮できているというような調査もございます。開発の民主化とか市民開発というようなキーワードが、最近目にすることが増えてきたかなと思いますが、今後もこのローコード、ノーコード開発ツールを活用したエンドユーザー様の内製化は進んでいくというように考えております。ローコード開発ツールをこう利用するためにはですね、今の現状まだまだこう IT スキルが必要ですが、で IT 企業とかですね、情報システム部門、または IT スキルの高い業務部門の方々が今主な利用者です。ただここがこういうツールの進化によって IT スキルのこうハードルが下がって、業務部門の方々にも利用しやすいような形になっていくというように考えております。昨今ですね、やはりこうチャット GPT とか、そういったものが世間を賑わせたりとかですね、また各企業もですね、生成 AI を利用した開発ツールの提供、ニュースがいろいろこう今出てきてるかなと。最近でもマイクロソフトのそういう開発ツールだったりとかですね、いろいろ目にする機会があるかと思いますけども、ジェネクサスもですね、同じようにこういう生成 AI、そういったものを活用しながら、ツールを進化させようというような動きを今見せております。チャット GPT と同じようにですね、例えばこうプロンプトの入力すればですね、ジェネクサスが推論し、システムが構築されるような仕組みが公開されております。まだちょっとこう、リリース予定がまだ決まっていなかったりとか、日本語化もまだされていませんがですね、例えばこう、プロンプトにですね、このような形で、英語で自動車ディーラーのバックオフィスと入力するとですね、ジェネクサスが推論して、ソースコードとかですね、あとデータベースの作成まで自動的に行ってくれます。ここはもう少しこう拡大すると、このような形でこう、英語で記載されております。日本語だとこんな感じですね。で、ここでプロンプト入力でこう指示をしていないものでも、ジェネクサスが推論してこう自動車ディーラーのバックオフィスから推論してですね、融資という機能もこれも必要だろうというように、ジェネクサスで判断して、実際にシステムの方に、実装されるというような仕組みでございます。 AI アシスタントというような機能もいくつか今後リリース予定がございます。まず最初にご紹介させていただくのがですね、ビジネスプロセス最適化をアシスタントする AI。 ここに英語ですけど、発注書の標準承認プロセスを作成するというように入力すればですね、標準 BPM 表記表に基づいてワークフローが作成され、ウェブだったり、あとモバイルで実行可能な機能、システム、こういうものが実装されるような仕組みでございます。ここは画像生成の AI ですね。ここも夕暮れ時のエベレストというように入力するとですね、自動的にそういう AI の方で画像を生成してシステムの方に組み込んだりとかですね、ここは顧客リストのユーザーインターフェースを作成するというように入力すればですね、ジェネクサスの方が自動的にですね、システムの方を構築するというような、こういったものも近日公開予定となっております。これ以外にもいくつかあるので、もしご興味があればですね、ジェネクサス社の方のサイトをご覧いただければと思います。ご覧いただいたというようにですね、ジェネクサスネクスト、あとは AI アシスタント、こういったこう自然言語を使用してこう複雑な、ビジネスワークフローを作成したりとか、モデリングしたり、あとスケッチ画像を使用して完全にこうインタラクティブな UI を生成したり、あとはこう今プロンプトで入力するような形でご覧いただきましたけども、当然音声命令ですね、ギーシャの言葉、これを使用してシステムを構築したり進化することが今後はできるようになってくるというふうに思います。こうツールの進化によってですね、業務部門で開発ができる方々がどんどん増えてくるかと思います。そうすると弊社のような IT 企業の役割だったりとか、情報システム部門の立ち位置、役割もどんどん変わってくるというように考えています。やはり経営者層とのコミュニケーション、ここの関わりっていうところが、どんどん近くなってくるだろうというふうに思ってます。当然エンドユーザー様、こうシステムを作ることをビジネスをしているわけではございませんので、やはり自社のビジネスにいかに直結して問題解決、そのための解決策の一つとしてこう IT をどう活用していくかといったところを、こういうツールを使いながら経営者層と話をしながら進めていく、その役割がどんどんこう増えてくるんだろうなというふうに思っております。生成 AI プラスこう LLM
はですね、こう確率論的アプローチ、まあ創造的なこうアプローチはまだまだこう人でしかできないものになりますので、まあ、そういったところをいかにこう技術者が追求していくかっていうところが必要になってくるかなと思います。このツール進化を各企業がこうどう捉えてですね、どう活用していくのか、あの労働人口の減少とか2025年の崖の問題等々もありますが、こういったこうツール進化がその解決策の一つになればいいなというふうに思っておりますし、弊社としても少しでもこうそういったところのご支援させていただければなというように考えております。